はい、皆さんこんにちは、森です。今日は久しぶりに下々のためのスクールやります。今日全日本レディースに出てる、レミちゃんが来てるんでちょっと教えてほしいって言ってるんで、せっかくなんで動画撮りたいと思います。まずはターンからやってみて、基本姿勢、ちょっとレミちゃんね、こうへっぴり腰、まあ、いわゆる下々フォームになってるんで、それを少しずつ改善したいっていうところから始めようと思います。少しお腹を前に出す、もうちょいそれぐらいかな、それぐらいの姿勢が、まあ、これぐらいの姿勢がだいたいこうスタンディングで平地を走る時の、まあ、感じやね。だいたいこんな感じでいいと思います。かなり前な感じがする。まあ今ちょっとね前が下がってるんで余計そうなんやけど、で、この前ね動画にしてたハンドルセッティングの話なんやけど、ややね手前来てる、まあ、垂直ぐらいかな、垂直よりちょっと後ろに来てるんで、ちょっとね今からハンドルをまず一回直したいと思います。ちょっとこれもあかんねん、このアクセルのガタが多いの。もっとこれ詰めなあかんわ。これ今手で動くんかな、ちょっと閉まってるな、うん、ちょっと直していきますよ。このこんだけガタがあるとシビアなアクセルワークがすごいやりにくい。今のでクラッチ使ってる一足。じゃあ、もう一回やってみて、一足クラッチなしでできるだけやってみて。どう？あんまりわからん。もうちょっと前、まあ、もうちょっと前に乗ってみてくれへん。お腹を前にして、でステップはさっき言った後ろを踏むって感じで、ちょっと腰がまだ後ろなんやんか、見てる感じ腰がやや後ろやから、もうちょいこうお腹を前出してハンドルに近づけて、でもっとゆっくり走るイメージとして、そう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 、ゆっくりゆっくり、ほんまにちょっとずつだけ、ちょっとずつだけ、そう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 、もうハンドル切って、そう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 、もう良くなってきた。わかります。全然
トに乗るようなちょっとかかと気味に、そうそう、ゆっくり。でバイクをあまり寝かさない、あんまり寝かさない、立てる、そう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 、切る、ハンドル切って、そう。今クラッチなしで行ってた？行けるようになってきたよ。そんな感じ、そんな感じ、だいぶ良くなってきたわ。足の乗ってる位置をもっと内側、目いっぱい内側に乗って、そのくるぶしでフレームが当たって、こう足をこう開かないで、こうできるだけこうまっすぐフレームを挟み込むように乗ってみて、このステップを。外に乗ると、あのこの移動は、なんていうかな、ちょっとした力でもバイクが倒れすぎたりするから、できるだけ内側に乗って、でこう、ニーグリップじゃないんやけど、ブーツでフレームを挟むようなイメージ。ギリギリがね、内側。もっと内側乗れんか、右足がもうちょい内側、そう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 、そう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 、ちょアクセルをちょっとしゃくってるから、もうちょっと丁寧に、難しいんやけど、この100分の1ちょっと開けるっていうところが難しいんやんか。あのパップをパップってこう行って戻してってなってんやけど、それをパラ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 って持っていけるとベスト。あの、で微調整も足の微調整だけでいけてるんで、そう、かかとに乗ってな、ついついこう前へ乗ってまうね。そう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 、いい感じいい感じ、だいぶ良くなってきた。お腹、腰が引けてるで、そう。でここの線からこっちに行くとき一瞬下ってるから、こういうところはバイクをシュッと送り出しちゃったんや、うん、ここは前に行く必要ないね、こう下ってるところは。そういうときは、なんていうかな、こう踏ん張って、こういう風にするイメージ。それを、あの、ほら、ハンドル前に倒してるやんか、さっきハンドル前に倒すと下りが気持ち悪いって言ってたやんか、それを手に乗ってしまうと、こうなってしまって怖いよ。これそういうときに、かかとで足でこうグッて踏ん張るようなイメージにすると、ちょっと下ってる、そんなあの大げさじゃなくていいけど、ちょっとこう、こういうイメージでやってやると、あの体全身がどっちかって足荷重になるから、そんなに手に負担かからへんから、下りでもこう手が遠くなっても怖くないねん。効くっていうよりはかか、もうほんまにグッてこうかかと、あの腰引いたらあかんねん、そこで、あのあんまり こんな風にしたらあかんねん、ちょっとこうコースだけでいいから、ちょっとでいいね、そんなめっちゃ下ってるわけじゃないから。できつくなればなるほどコースしたらいいから、どうぞ。まだちょっと浮いてきだしてから引けてるわ。浮いた時に前入るよ、逆に。ゆっくり行って、そう。で踏みながら前行きながら、そう。オッケー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 。
今ちょっと違う動きしたやろ。もう一回。早い早い早い、危ない危ない。腰が引けとる、腰。はい、踏みながら。いいよね。どう？もう大回り大回り。腰、そう、ゆっくりな。安定感良くなってきたな。ハンドル前の方でもそんなに違和感ないやろ。逆に入りやすいやろ前に。オッケー。もう一回だけ行っとこうか。だいぶ良くなってきました。そう、腰引いてあかんで。オッケー、バッチリ。腰、もうフロントアップの時に引いてる。腰が引けてる。で、踏みながら開ける。踏みながら開けるんちゃうで。しっかり踏みながら開ける。まだ前行くんがちょっと弱いな。だいぶ良くなったと思うんだよ。こうちゃんとしたやり方するとステアが低くっていうか、なんかあんまりこう、あ、こんなぐらいなんやみたいな感じじゃない。なんかつい怖いから。そう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 、つい勢いで行こうとするやんか。でも遅ければ遅いほどフロント軽く浮くやろ。オッケーオッケー、だいぶ良くなってきました。